皆さんどうもこんにちは。打楽器の演奏家の島崎優斗です。楽器を選ぶ時のポイントを教えてくださいというご質問来ましたので、今回も動画でサクッとお答えしていきたいと思います。で、この質問を送っていただいた方は、多分マイ楽器をまだ持ってなくて、学校からとか団体から、あるいはレンタル楽器から借りてたっていう、感じだと思うので、今回完全に初心者向けですね。これから初めて自分の楽器を購入しようと検討している方が、どういった注意点で買えばいいのかっていうことを、結論2つお伝えします。絶対他のミュージシャンに言わないと思います。1つ目、見た目それから2つ目価格。はい、初心者の方はね、とにかくこの2つだけでいいので、注意して買ってください。で、一応この2つについて詳しく解説すると、見た目、これね、見た目めちゃめちゃ重要なんですよ。で、特に初めて楽器買う方、自分が買った楽器の見た目がいいと、やっぱり愛着湧いて練習量増えますよね。で、楽器を初めて買う方の目的って何かっていうと、やっぱり練習量を増やすためだと思うんですよ。で、例えば学校でね、練習できる。で、学校に持ってって、その楽器を持ってって練習したいって方も、自分が好きな楽器、学校に持ってったら、たくさん練習したくなるじゃないですか。で、あるいは家でも練習できる。まあ、スネアだったら家とか、家の周りの公園とか、河川敷とか、まあ、どっかでできるから、自分の楽器買いたい。まあ、そういうね、二つのパターンがほとんどだと思いますので、まあ、楽器を初めて買う方のメリットって、まず練習量が増える。もしくは増やせるってことですね。って考えると、やっぱり自分がね、見た目気に入った楽器だとモチベーション上がるじゃないですか。まあ、なので僕、この見た目って結構ね、重要視してまして、例えばそのさっきも例えばでいっぱい出してますけど、スネア買うときも、一応クラシック向けとかジャズ向け、ロック向けってメーカーさんはね、出してるんですけど、ぶっちゃけね、どれでもいいですよ。プロの打楽器奏者、あるいはドラマーさんが使ってるスネア見てください。クラシックの奏者が全然なんかメタリックなハードロック向けみたいなスネア使ってることも全然ありますし、僕みたいにポップスとかクラシック多く叩いてる人が全然なんかこの何ウッド調の木でできたまろやかな音が出るスネアだけ使ってるかって言ったら、全然ね、そんなことはないんですよ。ないので、最初はとにかく見た目重視して、で、音色とかはいろんなね、楽器を触ってるうちに分かるようになってくるので、まあ、とにかく見た目で、決めていただければいいと思います。それから、初心者の方、ぜひね、価格、値段ですね。で、安くていいです。正直安くていい。まあ、もちろん高級なもので自分がすごい気に入ったものがあれば、それ買ってもいいんですけど、安くていいので自分が見た目とか、なんかそのメーカーとか、あるいは吹いてみて気持ちの良かったものですね、を選べばいいと思います。で、よく先生とか自分の周りにそういうの詳しい人がいないときに迷ってますっていう方多いと思うんですけど、楽器屋さんとかでね、大体試奏できるんですよ。で、まず試奏、まあ、スネアとかマリンバとかだったらちょっと高してもらって、で、あるいは管楽器とか弦楽器だったらちょっと弾かせてもらって、弾かせてもらって、吹かせてもらって、なんか、あ、これいいなって、これいいなって直感的に感じたものでいいので、その中で価格が安いものですね。これなんでかっていうと、1台目の楽器をずっと使い続ける人って結構レアなんですね。まあ、なので、どっちにしろね、将来的に楽器を長く続けてると買い替えなきゃいけない時期っていうのが出てきます。それは自分がやる、なんだろう、ジャンルが変わったとか、あるいは自分のアンプシュアが変わったとか、なんか自分の演奏スタイルが変わる時ってね、必ずあるので、何十年とかやってると。まあ、なので、そのうち買い替えるっていうことを目的として、もちろん音大入るとかいう時とかも、そのうちね、買い替えるとか、あとマウスピースだけ買い替えるとかいう人もいますので、まあ、まずこの価格ですね。あんまり高くないもの、できれば自分があんまり背伸びしないで買えるものっていうのを選ぶといいかなと思います。まあ、ただ、音大受験で使いたいっていう場合は、ある程度、なんですかね、いい音が出るものじゃないと、逆にその受験の時に、この楽器のせいで点数引かれちゃうってこともあるんですけども、まあ、よっぽどこう、なんていうかな、おもちゃみたいなというか、なんかビギナーズモデルみたいなのじゃなければ、基本的にね、値段がいいから、いい音が出るってわけじゃないんですよ。で、これ自分の体との相性もあるので、自分が吹いてみていいなと、なんかこれいいなと、いい音出てる気がするって思ったものの中から、まあ、安いやつをね、なるべく選ぶことを僕はお勧めしてます。はい、ということで、初心者の方、楽器選ぶときに何が、いいのか分かんないっていう方は、見た目と
価格、背伸びにしない価格、で選んでみてはいかがでしょうかというお話でした。で、クロートになればなるほど、いろんな楽器をね、触る機会がありますので、ぶっちゃけ最終的にはね、どれでもいい、どれでもいいってなる方、すごい多いです。し、逆にいろんな知識、楽器に関する知識をつけすぎて、なんかマニアックになりすぎて、もうなんか、逆に、なんかマウスピースね、20個持ってるとか、そういうなんかマニアになりすぎて困ってるっていうプロの方も多いので、あんまり気にせずに、なんかこれいいかもしれないっていう、その直感ですね、見た目と価格のこれいいかもしれない、っていう直感で選ぶのが僕はね、いいと思うんですよね。あんまり楽器選びに時間使いすぎてもしょうがないというか、どうせね、そのうち何でも良くなってきますので、ぜひあんまり悩まずに決めることを僕はお勧めしてます。はい、これもう完全に個人的な意見なので、島崎さんがこういうこと言ってましたとかあんまり言わないでね言わないでください。あ、まあ言ってもいいけど、という感じで、僕が考えている楽器を注意するべきポイント2つでした。打楽器の演奏家の島崎優斗でした。さよなら。